鳥兵の鳥飯で食べた人の性格がわかるんですよ。はい、どういうこと？鳥飯を食べ終わった後の捨て方で性格診断ができます。ちょっと意味がわからない。まずはバラバラ型、とにかくそのままポイ。大体みんなこれでは。性格大雑把。なんとなく想像ついたな。とりあえず一つにまとめるまとめ型。あ、これもありだな。性格しっかり者。そのまんまなんだよな。綺麗に最初の状態に戻す振り出し型。おお、なんて几帳面。性格几帳面。あ、先に言っちゃった。さっきの包みを裏返すパターン。逆さ振り出し型って。性格気配り上手。あ、食べたやつかどうかすぐわかるのか。内箱を取って分別するパターン。これ取れるんだ。性格偉い。性格じゃないね。ま、こんな感じで性格が分かっちゃいます。何、群馬では有名なの？いいえ、私のオリジナルです。あ、じゃあ絶対参考にならないわ。他にも鶴型や再利用型もある。いや、これは絶対ないだろう。